What?はぁ、まだ7時か。寝よう。メイリンさん、昨夜さんいますか？わぁ、サトリさんか。はぁ、びっくりした。すいません。大丈夫ですよ。おかげで目が覚めました。昨夜さんですよね。多分霊夢さんと出かけたはずですよ。そうですか。昨夜さんに用でもあるんですか？ちょっとお話がありまして。やっぱりサトリさんみたいに心は読めませんね。初めてですよ。私の真似をした人は。あ、帰ってきたみたいですよ。珍しくちゃんと仕事してるみたいね。珍しくって何ですか？あ、そうだ。サトリさんが昨夜さんに話があるみたいですよ。はい。1ヶ月前のことなんですけど。ここじゃなんだし、館に入りましょう。すみません。私はお邪魔かしら？いえ、霊夢さんも一緒に聞いていただけると。わかったわ。あまり遅くなるといけないから8時には帰ってもいいかしら。はい。迷惑をおかけします。それで、話って何かしら？実は、1ヶ月前のことを何も覚えてないんです。1ヶ月前？ああ、あんたが究極にうざかった時ね。え？私、ですか？そうよ。霊夢やマリサに子供を預けたり、なんだかよくわからなかったわ。急に変わったんだもの。パラレルワールド。心を読んだのね。もしかしたら関係あるかもしれないと思っただけよ。誰かいるわね。この館に下手な気配の消し方をする者なんていないわ。となると。え？なるほど。そういうことね。異次元の悟り。さすがにこの二人には叶いませんよ。私が、もう一人？事情を聞かせてもらうわ。洗いざらいね。昨夜さんが言ったように、私は異次元の小明治悟りです。なぜ悟りにこんなことしたの？私の世界である異変がありまして、過去の霊夢さんとマリサさんが飛ばされてきたんです。二人は大事に育てて元の世界に返す方法を探していたんですけど、ある時私の世界の幻想郷は滅びました。その世界に子供の霊夢さんとマリサさんがいては危険すぎるので、安全なこの世界の幻想郷の二人に託したんです。その託す役目が私だったってわけです。うざくしたのは、まあ、明るい方がいいかなと思って。あ、それとこの世界の私の記憶が消えたのはおそらく、私がこの世界に来る際、何らかの障害が発生したからだと思います。なるほど。大体話はわかったわ。いろいろ誤解を招くようなことをしてすいません。これしか方法がなかったんです。なぜ、あちらの世界の幻想郷が滅んだのですか？まだ言うなと、私の世界の霊夢さんに言われていまして、来るべき時に備えよ。か、かん、ですか。そうよ。まあ、考えることはどの次元の私も同じことかもしれないわ。さて、私の役目も終えたことですし、元の世界に帰ります。あの、霊夢さん。どうしたのよ。来るべき時というのは、一体、決戦の時というのかな。正直、今は備えることしかできないの。この前読んだ本は確か、